ジャワハルラール・ネルー大学は、インドの首都ニューデリーにある、研究型国立大学である。インドの社会科学研究の最高峰として認知され、多くの教員や研究者を輩出するインド屈指の名門大学である。2018年の QS 世界大学ランキングでは、総合101位。インドの初代首相ジャワハルラール・ネルーの死後、その思想を受け継ぐ形で1969年に、 ニューデリー南部の広大な敷地に建設された。面積は4平方キロメートルにわたり、総学生数は約8400人。言語学部を除いて、すべて大学院課程から始まる大学院大学である。国際学部や環境科学部、ライフサイエンスなど、ユニークで先進的な学問の学部が多いのが特徴。南アジア地域の政治、経済、 外交等を研究する、国際学部などアジア学科、ヒンディウルリュー語等が学べる、言語学部インド語学科など、地域研究を行う学部もある。また近年、アジアアフリカヨーロッパなどからも多くの大学院生、研究者が集まり、国際的な評判も高まりを見せている。2006年版ザタイムズファイヤーエデュケーションサプリメントでは183位につけているほか、2000年に、 ナウィークから発表されたアジアの大学ランキングでも40位にランクされている。基本的に全寮制であり、15の寮に学生をはじめ、教授、大学職員等が住む。国内、海外の学生の区別なく、同じ寮で新職を共にするのもユニークな特徴の一つ。また学内には、マーケットやダッパーと呼ばれる喫茶、軽食の店や理髪店、診療所、 郵便局、書店などがあり、多くの大学関係者は大学敷地内でほとんどの用事を済ませることができる。外交、防衛研究所、開発研究所、ありがとうございます。